で、プロレスラーでは、ものすごく強いって言われていた人は、裏で強いって言われてた人は、カルオッチっていうのは有名ですけど、あと、フレッド・アトキンス、それから、ビル・ロビンソン。この3人はね、強かったらしいですよ。とにかく、カルオッチさんは、喧嘩が強いんですね。やばい技をたくさん知っているという、喧嘩技をたくさん知っているっていう。で、あまり、楽しい技をしない。相手の技を受けて大げさに騒いだり、そういうことあんまりしない。で、面白くない、観客が。で、ビル・ロビンソンっていうのは体柔らかすぎちゃって、やっつけてもやっつけても表情なくヒューッと立ってきちゃうから、何なんだか、もうやってる方が馬鹿らしくなっちゃうということでね。で、観客も全然わからないということで、アメリカじゃ全然ダメだったんですよね。その後、だんだん大げさにやるようになって、で、ビル・ロビンソンもすごくアメリカで受けるようになったけど、日本は逆でね、ビル・ロビンソンの戦い方がめちゃくちゃ受けてたんですけどね。アメリカ行ってからすごい変わっちゃって、みんなすごいがっかりしちゃったんですけどね。でもアメリカではそういうタイプじゃないとお金が取れない。で、もう一人がね、フレッド・アトキンス。この方がものすごく強かったらしくて、だけど試合自体が面白くない。めちゃくちゃ喧嘩が強かったらしいですね。だから、ジャイアント馬場さんがフレッド・アトキンスにいろいろ教わったんですけどね。ジャイアント馬場さんのことをね、ボディーガードとしてね、守ってくれと、力道山の方から言われて、でも、ジャイアント馬場さんはね、全然もういじめを受けなかったらしいですね、本当に。フレッド・アトキンスのおかげだったっていう話らしいですね。あとはね、馬場対猪木はどっちが強かっただろうかっていう話ね。これはもう完全に、猪木の方が強いっていうふうに断言してますね。ただ、一発勝負のね、技が馬場にあるので、もしかしたらっていうのもあるけれども、総合的に言うと、猪木の方が断然上だったって話ですけどね。ただ、その辺はちょっと深くはやめとこう。